も本当たくさんの方が応援に来てくれたですし、多分国内ではそこまで集まったっていうのがないと思うんですよね。で、その時私大学生だったので、そんな多くの前でやるってことを、特に国内でっていうのがなかったので、なんだかこうウキウキじゃないですけど、この中でパフォーマンスできるんだと思ったら、すごくこう幸せを感じながらやってたなと思うんですけど、やっぱりその女子サッカーがシドニーオリンピック出場できなかったこともあって、そこの苦しい中を経験した先輩方が多くいたチームだったんですよね。で、やはりその先輩方はとにかくオリンピックに出なければいけないということを強く言っていて、その中で私はあまりそういうことが分からず、とにかく先ほども言った一生懸命やることというか、そういうことにもすごく記憶が残っていて、なんだかギャップは多少あったと思うんですけど、その試合をこう乗り越えて、なんだかこう、今までこう女子サッカーの苦労されてきたこととかっていうのを学んだなっていうのがすごく覚えてますね。ワールドカップ優勝してすぐだったと思うんですけど、とにかくこう日本の皆さんも勝って金メダルを取ったことによっても、勝って当たり前だろう、負けて当たり前だろうっていう中のすごくプレッシャーがかかったこう予選になったなっていうのがすごく覚えてて、で、まあ、実際私もワールドカップではこう試合に関わることができなかったので、そこでのこうモヤモヤというかっていうのを爆発させてやろうぐらいの、気持ちで臨んだのを覚えてますね。まあ、アジアの中で今までは中国がトップを走っていたりだとかっていうのがあったと思いますし、ランキングに関わらず、やはりアジアはそんなに飛び抜けてるところがないなと。どこが勝ってもおかしくない状況なのかなっていうのをすごく感じた大会だったんですよね。で、実際に試合を分けてしまって、で、やっぱり勝てる、絶対勝てるだろうって皆さん思ってるけど、選手たちは絶対勝てるって知らなくて、一生懸命やった中に結果がついてくるものだなっていうふうに、まあ、私自身はすごく思っていたので、やはりこう日本が相手だと、今いつも以上に気持ちが入る相手チームというのは、特にアジアは多いと思うので、その中で勝つっていうことは非常に難しかったなと思いますね。私たちがホテルですよにいね。て、部屋で各自試合を見てましたね。で、まあ、何人かで見てる部屋もありましたし、私は金賀選手と同じ部屋だったので、2人で見ながらこう祈るように見て、結果が出た瞬間にみんな部屋から出てきて喜び合ったなっていうのがありましたね。やはり他のそのワールドカップも今注目していただけるようになりましたけど、やっぱりオリンピックが一番こう皆さんにもメディアにも扱ってもらえるのかなっていうところが、すごくオリンピックの良さであるなっていうふうに感じてますし、やっぱりこう今までの過去のなでしこの先輩方がこう経験したことだとかっていうことで、やはり結果を出さなければいけないなっていうのを私もすごく感じてきた中で、実際にこう今、アテネ、北京、ロンドンと来て、次がリオで、やはりこう今は少しずつ注目されてますけど、ここでまたリオの予選突破して本戦決めることができたら、また女子サッカーの夢を持っている子どもたちが、その選手たちがやってる姿を見て、また夢を持ってくれるのかなって思うので、それがやはりこうメディアに出る一つの大きな魅力でもあるのかなと思うんですよね。だからそのためにもやっぱオリンピックは大事というか、すごく大きな、なでしこにとっては大きなものなのかなと思いますね。